じゃあパンチいきましょう。はい。じゃあ佐々木先生が僕らに結構パンチ痛いんですよ。よし。スタート。いいよ。十。これ結構いい練習になりますか。これ多分北川先生耐えれます。結構ね、今日やったよね。違うっす。これ何キロ？4キロっす。4キロって結構な。あと硬さもありますもんね。えのこさん、辛いでしょこれ。つらくない。余裕。腹筋で飯食べてるんでね。おお。はいはい、分かった。見切った。見切った。呼吸と笑顔。呼吸と笑顔。わあ。始め。うん。マジでちょっと聞いてんじゃん。ちょっと聞いてるわ。もっと思いっきり、もっと思いっきり、もっと振りかぶって、腰回して、体を落として。はいはい。恐ろしい。マジっすか。うん、気持ちいい。いいね、これいい、いい、ね、ちょっと、佐々木先生、軽くやるからさ、もう受けていい。いや、無理やって。いや、片手でこれでやるから。絶対無理やって。言って言って。いや、重い。これめっちゃ軽いですよ。北川先生も一回やりたいですよね。こうやってたっけ。そうですね。さあ、それで一練習じゃないですか。それでいきましょう。手危ないよ。いったー。カツコツって本当に重いパンチの感じっていう。そうですね、なんか本当効くやつですね。けどまあまあ腹筋でね、食べてます。はい、食べますか。今の先生、思いっきり投げてください。マジさっきのハリハリボールですか。本当ですか。思いっきり来てください。刺さったりしないですか。何を目指してんの。どんな打撃でも効かない腹。てか、クソ明けや腹。めっちゃ分かる。うわぁ。すげー。しかもボイスだ。あ、今なんかおっしゃりました。違う、これイータイっていう。イータイ。あ、ロシアの。ロシア語。あ、なるほど。最高ってことですかね。最高。気持ちいいな。すごい。ちょっと一回俺やる前に受けてみて。いや、じゃ絶対無理。俺やる前。俺なんか分かるもん。いやいやいや、お前これを巻き込むのはダメ。お願いします。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。ようやりましたね。これね、前振りが怖い。前振り怖いっすよ。ちょっと、カメラに。腹筋さんの気持ち。これやばいっすよ。これやばいっす。じゃあ、いかお願いします。チレた。チレた。チレた。ちょっと、そしてほら、これ YouTube 出せなくなっちゃったもんね。YouTube 出せなくなっちゃった。ですね、じゃあこのお二人で、北川先生の勝ちということで。皮膚的に。はい。やっぱ引っ張られた色々するので、皮膚の弾力が違うんですよね。そうでしょうね。だって、当たった時、ゴム風船に当たったような、ボフって。ボフって言ったんですよ。あ、そう。で、腹地の時は、血出てる。別に血とかはええねんけど、痛いな。しかも負けたしな。もう譲ります。